ッキーおはよう、みさきちおはよう、だーちゃんおはよう、しんちゃんおはよう、いたきこんにちは、キッチンおはよう、しんなくおはよう、ずんおはよう、のぶおはよう、昨日楽しかった、ありがとう、こちらこそありがとうございます、嬉しいありがとうございます。もっちゃんこんにちは、はるこんにちは、そうしおはよう、だいちゃんおはよう、たこゆきおはよう、じゃおはよう、昨日ごめんね、なにどうしよっかなどうしよっかな大丈夫、グスタおはよう、周平おはよう、うるさくないですか、ちょっとでかいかな、でかかったら言ってください、運ぶねおはよう、レイおはよう、オラロおはよう、ユウガおはよう、クロミおはよう、アサトセイヤおはよう、ハッシーおはよう、なんだかんだ毎日見ようかな、嬉しい僕はなんか全くおもろい話してないけど、ありがとう、嬉しい、もうお腹空きすぎてさ、12時回ってんのにさ、ピザポテトつまんでた腹空いた、なんで猫も人間ってお腹空くんやろ、やばすぎる、結局文にまとめるの欲しすぎて送ってない、なに、僕ですか、なんか僕に言いたいことがあるのかな、ナナシーかわいい、ありがとう、ヒロッピンおはよう、タチャペンライトありがとう、タクガイこんにちは、ゆうきたおはよう、キャッハおはよう、大丈夫よかった、 MC の時アホズラバズラやっぱりいつアホズラしてんねやと思ってたもうみおくんのロング見れないんじゃ、でもまたなんかいつかすると思う、みおくんがロングにしたい欲ができたらすると思うから、それまで待っててください待っててください、またみおかちゃんに目をかけちゃったってなってこらダメでしょいそじおはよう、僕にできることおはよう、あらら尊い、ハートもありがとう、リッキーこんにちは、かわいいっす、ありがとう、ヤクギラお届けです、ありがとうリッキー、オグおはよう、マリボボヤおはよう、明日のライブ楽しみ、あそうなんです、明日も関東の方、関東埼玉かな、所沢と東京で一本ずつ明日はライブあるんですけど、あの所沢のねバシフェスさんが皆さんあの重要ライブなので、あのよかったら来てくれたら嬉しいなの気持ちです、よろしくお願いします、ゆっくんの黒髪ボブ楽しみすぎて僕てる楽しみ、ショートになったらもうやばいやろうな、もう乾かすのとかバリ早そう、エクステとかめっちゃ時間かかるんですよ、めっちゃ時間かかるから毎回こうボーっとしてたんだけど、もうショートになったら楽すぎて困っちゃうかもしれない、こじちゃんおはよう、全然お腹なんかすく、なんで羨ましいんやけど、もう朝からお腹すきすぎてピザポテト絶対朝食べたらあかんけどピザとポテト食べてた、おいしい、けんちゃんこんにちは、僕お昼ご飯はラーメン大戦争行くか、全ラーメン麺行くか、焼肉ライク行くか、ラーメンか焼肉、究極の選択やなそれはきなりくんこんにちは、へっちゃんおはよう、めちゃくちゃな文でも読むよ全然読むよ、僕の理解能力があるかどうかは分からんけど大ちゃんペンライトありがとう、今日ハートありがとう、
ロングになるまで待って、あれ、ちょっとでも来てください。一周目行って挨拶回りさ、ブッパはありゃ待ってたのに。また待ってるな、ハシいっぱい待ってる。モカパンおはよう、なつきちおはよう、高いてハートありがとう。まあ青空は常や。あれ常にアホみたいな顔して、僕と一緒やん。僕も常にアホみたいな顔して。シアおはよう、マナヤおはよう、なつきちハートありがとう、ゆみちゃんおはよう。最近おちょぱ以外のライブも行ってないから、このままおたさつできそうな気がして、あら悲しいな。それはみおかちゃんにとっては悲しい報告が来たぞ。高めツインが見たから、高めツインしたやんな、みおくん多分なんかやってない髪型なんか少ないんじゃないかなって思って、あれ分からんけど、分からんけどな、多分なんかめっちゃ亀もやったし、ツインもしたし、ポニーもしたし、サイドポニーもしたし、ハオチョイもしたし、あと何やってないんやろって考えた時にクラゲ、クラゲとかやってないなって思ったんやけど、クラゲはしようと思ってる。そう、あと何をやってないんだろうと思う。ハーフアップとか、あと何ができてないんだよ。みおくん結構できてないかな、やっぱり。白金おはよう、僕もみおくん単落ちすぎて困ってる。ありがとう。レッチおはよう、とよっちおはよう、うめおはよう。うわー昨日行きたかった、もちろんみおくんに会えた。え？ってことは違うってこと。昨日的お疲れ様、お疲れ様です、ありがとうございました。皆さん来てくださって嬉しかったです。嬉しいよね、定期公演1週間2回やってんのにさ、みんな毎回予定開けてくれてさ、来てくれる、本当にありがたいなと改めて思います。明日楽しもう、楽しもうね。じゅーこんにちは、ようこそ我が埼玉に。埼玉行きます、楽しみ。埼玉今日も可愛いすぎ、ありがとう。ピザポテト夜食べるよりかは朝食べる方がいい、ほんまよかった。むさぼってたもん、お腹空きすぎて。このままでは配信でお腹空いたしか言わへん成人になってしまうなと思う。全員おはよう、1年間ポテトの、ポテトののり塩、うそー、ポテトチップスのり塩派なんや。みおくん幸せバター派、バターが一番おいしい。文化期おはよう、たくまおはよう。ほかおじさんがみおかちゃんできるときは一緒の時間帯に配信して予告もして、えらいねーって言って、嬉しい。言ったー。でもあの追加してみおか夜もしろよって言って。夜休みすぎやで、ね、みおか。嬉しい、ありがとう、ありがとうございます。いでまるおはよう、ヘッドハートありがとう。しみちゃんタコありがとう、毎度。よかった、いつから僕、えっとね1年目とかやったかな、おちょぱ入って、コロナ流行った時ぐらいやから、コロナでめっちゃ覚えてる、コロナでゆかちゃんコロナになっちゃったんですよ。でその時になんか暇すぎて配信いっぱいしてて、でなんかヨガちゃんの第一人称をいろんなのしてみようって、なんかいろんなの言ってたの、うちとか私とか僕とか言ってたら、僕が染み込んじゃって、口癖みたいになっちゃって、でそっから僕になって、みおくんになった。そう、
回分できるだけ読みやすいように頑張っておく。ありがとう。やっぱロングの髪みかちゃん綺麗素敵だね。見れちゃう嬉しい。そう嬉しい。なんかロングのロング好評で嬉しかった。勇気出してよかった。人生でさこんなロングなったことないからさめっちゃ嬉しい。三つ編みやってないかも。確かに三つ編みやってないかも。三つ編みしたいね。三つ編みさ、みおかちゃんさ汚いけど許してくれる。三つ編みさ、あの毛がさやっぱショートやからなんだかんだ言うてこうさ汚くなるけど許してくれるかなみんな。許してくれる。しかも一周事前で言ったらロングチェック、え、そう思ったよ。え、事前でいいんかなと思って、でもさそう事前でいいんかなと思ってさ言おうかなと思ったけどさ言うの忘れて。あやばい、もうミストフェスとかしかないかも。でもミストフェスいないかった気がする。天地おはよう。俺の私とみおか悲しんでく、え、悲しい。だってさみおかちゃんもさみんなに会いに行けないから、好きでも会いに行けないから悲しい。みんなが会いに来てくれないとみおかちゃんもみんなに会えないんだよ。なんて世界線だ。嫌だこんな世界線は。タラネコママこんにちは。石川先輩おはよう。髪を両手薄い貼ってまっすぐですけど、おありがとう。カズこんにちは。今日もいい日になりますよ。いい日になりますよ。今日とっても何もない日ですけど。でも何もない。機嫌そうで何よりデコの日おはよう。にーにゃーびおはよう。ジェディおはよう。みっこおはよう。テイクオン行きたいのにというか行けへんねんの。なもっといろんなとこでできるようになったらいいな。大ちゃんおはよう。毎週てか毎週行きたい気持ちはいけるかどうかその時さ、そうや、それはそうや、それはそうなのよ。ありがたい。天気楽しいから警察に物販回りすぎちゃう。あのみおかんとこも来てもらおうかな。大ちゃんは良くなった次の時もしっかり蓄えますわ。お大事に。ブッパも結構の人がラストまで残ってくるなんて、そう、あゆちゃんが言ってて本当に感動して泣きそうだったけど我慢した。そうなんですよ。前はねもうちょっと少なくて、そう結構ね、あのそれがおちょぱの課題やったとかもあるんだけど、そうみんないっぱいさ最後まで残ってくれて、昨日もとても嬉しかった。もっともっと頑張りたいね。もう夢はさ、もうボックスで定期できないかもしれないってくらいまで行きたいね。もう抽選とかになってしまうわみたいな。夢やなそれは。マリコこんにちは。ナックン楽しい、ありがとう。しんちゃんおはよう。サイこんにちは。ユウこんにちは。ナッツフォローありがとう。ナバルおはよう。私たちに悲しんでくれる人がいない。私たちの、あ、じゃあしないで、みおかのために。みおかのために。しそうになった。みおかを思い出してください。みおかちゃんが悲しむ。リックを音立つできません。出せないです。みおくんって普通に呼んでるけど、たまに、うんってなる。もう、そう。確かに、全然、なんか、僕って言ってる方は、みおくんって言ってくれてるの、みんな。そう。何でも僕はでも大丈夫に。さとしおはよう。ロング派のわいち大喜び、嬉しい。明日名古屋で、ね、ね、明日は東京で、明後日が名古屋ね。名古屋で出演時間が携帯大がなくなってしまう。さっき見かけたんやけどな、携帯。ちょっと待って、 iPad で見ようかな。あさってなんやけど、
パン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 、ね、ちょっと待ってね、更新中、更新中オーマイガー、あ、やばいやばい、充電ないんか、だからそんな機能が停止してたんかすいません、本当にあの、あれが悪くて取れたよって感じだけど、ちょっと待ってね、名古屋、名古屋、名古屋、日本あって16時20分から X ホールさんと20時30分からダイバさんってとこで日本回しあります、ミストフェス。ぜひロングラストなので、みおかちゃんひょーん、お待ちしてます。三つ編みスターが1月延長するか、やめるやん、撮影入ってるからさ、あの、キラ、あの、一瞬撮らなあかんのはあかんねんけどさ、ほんまにでも結構ロングマットしたい、なんかしたいロング楽しいからしたい、普通にまた絶対したい。4ヶ月ぐらいで僕くん、そうそうそう、最初急に変わったからはって、そう初めはね、ただ急に僕って言い始めて、でも今ではなんかもうね、安定なれつてて嬉しい。タジロン、おはよう、ヘロヘロ、おはよう、ジュリアとロミエット、おはよう、あのタイムで全しか持ってなかったなんて、あーやっぱそうか、ヨングまたするねカズピー、こんにちは、100本若かにありがとう、好きなのに会いに行けないって漫画の世界みたいなこと、あれでもあるよな、ほんまに行きたくてもさ行けないとかさ、やっぱあるじゃん、仕事とかさ距離の問題とかもさやっぱあるからさ、難しい世界なんですよこの世は。倉木のぞみ、こんにちは、そっか、三つ編みの日暑すぎてライブも団子いま、そうやね、そうそう、撮影会だけ三つ編みして、そう、ライブ暑すぎて団子でした、暑さにやられちゃったそうやねん、そっか、みおかちゃんが会いに来てくれる、俺もアイドルになれば、いや誰だじゃあみおかのアイドルになってて可愛い子、あ、バレちゃったおはよう、かわじ、こんにちは、りつき、こんにちは、なつき、おはよう、みゆか、おはよう、たかたか、こんにちは、今度は月券どこかいいよって言ってくれ、優しい、いつもすぐ帰ってごめん、え、全然いいよ、全然だよ、全然だよ、みゆかのこいたい、おしめの 1.5 倍くらい並んでるから、いつも待ってるよ、待ってるよ、みゆかちゃんはいつも終電ギリギリ、着々即帰宅オタクでさせ、全然だよ喋ってるわけじゃないんだよね、昨日話して嬉しかったね、こちらこそ、よくも超嬉しかった、劇的にさ話してあげて、したらみよかちゃんが大喜びするどうもおはよう、バフラバ、こんにちは、あ、15分経過、ありがとう、今日はね1時ぐらいにまではできる、ハッくんと呼んでも誰よハッくん、花や、花、ありがとう、金曜の定期軍、ほんま嬉しい、待ってる、しんちゃん会いたいんですけど、どうしたら、あ、よかった、ミストフェス無理やったっけ、何してんのミスト、てつさんに会えないのが重なっておたたたする可能性の方が、てつ会いに行ってあげて、あさって名古屋行くよ、タイでガッツリがシュン、なんでだ、なんだ、なんだあのキュリアの手来てるのがすごい、いつもありがとう、ほんまね、ほんまにありがとうございます、ディーバ、あ、ディーバさん、ディーバさん、な、名古屋も日曜か、奈良も、あ、そっかそっか、仕事か、頑張れ、そうやね、日曜やね、りっくん、おはよう、ディーバ、ディーバさん、
ディーバさんでありますので、ぜひミスとメスお待ちしてます。名古屋名古屋なみまこちゃん悪くない、よかった。それさま早ロング終わりなら明日見届けます、見届けてほんまにロングも可愛かったな、でもショートも可愛いんだな。あいたんこんにちは、ミスト行きたいけど、あ、そっか最初はボカッコ、そう最初はボカッコじゃなかった、そうティーミツーこんにちは、名古屋の箱読み方わからなかった、俺に聞けば知ってるからあれ詳しい名古屋の方ですか。タケガキおはよう、おやおはよう、コロおはよう、かわいいワンコだ、ワンワン。おたせんと梅雨、あ、そうなんですよ、昨日のね定期公演でめいちゃんが本当に覚えるスピードが異次元で、そう、また先週昨日かも増えて、オタクセンチメンタルと追憶が増えました。みんな大好き追憶オタセン、わーい楽しかったけど、本当にあの追憶で、あの本当に久しぶりすぎて泣きそうになっちゃった泣きそうになっちゃった、よく危なかった危なかった。ひろこんにちは、好きなのに会いに行けないのに浮気現場だけピンポイントでバレる、浮気しすぎかな。こじたかフォローありがとうございます。大阪を拠点にと名阪で活動してます、おちょメンタルパーティーのパープル担当鳥山美岡です、よろしくお願いします。アルパチーノおはよう、昨日も早く仕事早く終わった、行こう大佐終わった、20終わった、お疲れ、えらい仕事してえらいよ、ときとおはよう、ジャパンの歌聞いてなすぎて曲を、あ、そういう方にはぜひね、おちょぱ YouTube 全曲載ってるんで、ケンこんにちは、みめんこんばんは、よくんためにりゅうきくんに会います、よろしく。よくんどっちの方右側だけバラバラでしょ、はいしてください。あずさんおはよう、かっくんおはよう、会いたすぎて頭痛、やばい病気になってしまっているやばい昨日はゆなちゃん行ってみようかチャレンジ、別長手一旦やったよかしに戻ったし、え、ちょっとそうしようと寂しかったしゅんしゅん27アルバム買ったチケットもらえる、そう、まだ告知されてないやけど、多分いずれかされる、またそういう特典系もされる。あずさハートありがとう、今日も仕事、あずさこいちこんにちは、8月まで一応埋まってる、あ、そうなんや、あら忙しいんだ明日の特典で単独もやられるから、お昼は少しずつ、おいいですね、え、そうなんです、無料になるからね、多分大阪の箱より名古屋の箱の方が知ってるすごすぎ、名古屋はね分かんない、もう X ホールさんと、なんだっけ、ゼパーホールさんだけ知ってる、あと名古屋レニー、最初はちびっ子だった、あ、それよそれも何も変わってないかも。インターおはよう。キセラも待ってみまに、ね。いつらか。すぐ泣きそう、そう、すぐ泣きそうになる。よくないよ。めっちゃおちょっぱの曲覚えるの早いの、TikTok3 時間もかかってでき、え、そうなんや。あれなんじゃない、あの、おちょっぱの曲もすごい頑張って覚えてるなと思う。偉い。本当に追憶太田さん略して追お追戦君戦みたいになって今日こそ無敵のテーマパー、今日よく何する、今日ね特に予定がなくて散歩でもしようかなって勝手に思って、特
かそういうこと散歩してブラブラしよかんなーって気持ち。次ミオカエル振り覚えの、そうミオカエルめっちゃ遅いからね振り覚えの。そうめっちゃさおもろかったんがさ、 YouTube あのさ新体制のさなんか YouTube 載ってたじゃん練習動画みたいな、あれのさ SE のさやつ見てみてみんな、ミオくんマジでおもろいから爆笑したもん見て大金にな、やばかったで、ね、ミオカちゃんって本当に不器用だよな。なんかみんな多分ダンス得意とかダンス上手いっていうイメージとか多分持ってくれてると思うねんけど、いやマジでな体がついていかへんねん、言ってほしいお願い。にりるこんにちは、ひろこんにちは、明日会場近くはラーメンウォッカーキッチンあるし、そうなん、どっちの方にあんの、ディーバさん X ホールさん、花ありがとう、ヨウくんカレーならカツカレーくらい好き、それ何番にんじこんにちは、 YouTube 宣伝振り完璧だったし現場行けでも曲分かんないあ、バサッとだったね、ありがとう、アニエスタおはよう、タカおはよう、テッチさんとはつながってるの、連絡取れ、ミョウコうらむ、でもミョウコは連絡取れなくてもつながってるから大丈夫、心と心でポーポーポーやばい、昨日に引き続きなんかやばいやばい人みたいになってるかもしれん、次の名古屋の絶対、名古屋行ってくれてんの、嬉しい、待ってる、とっちゃんこんにちは、8月15日名古屋ライブやってたのに歌いけたけました、ありがとうございます、入ってた、嬉しい、携帯探さなきゃ、まおこんにちは、石狩こんにちは、しげちこんにちは、昨日ぶりだねって笑顔出て、これがサイコパスかって思ったけど実際にあで当てたの、のぶ反応ありがとう、名古屋の箱に10個以上、あ、そうなんや、すごい、のペライトもありがとう、エスパン流れ星ありがとう、パンおはよう、おちょぱのスケジュール特典商品1000円以上購入で書いて、あ、書いてあった、じゃあもらえると思う、書いてあるのかも、じゃあもらえます、最近ミオくんと話せる内容を増やすために初見新聞、ほんまにミオくんとに、ありがとう、じゃあいっぱい話しちゃおういっぱい話しちゃおうかな、そうやな、ハスキーさん好きな方は初見新さんもな結構ね同じライブとか出てあるから見てあげてください誰ちゃんハートありがとう、暇でも明日は準備で、早い、ヨーカーもう捨てないのにやばい、ヨーカの方がしなあかん、大阪のか CDC ボックスってとこしか知らない、あれ万全当日とか知ってるでしょ、よかった、ちいちゃん覚えるの早いですけど苦手記憶するものがとにかく苦手、にりるフォローありがとうございます、お茶メンタルパーティーのパープル担当遠山美岡です、よろしくお願いします今日も可愛い、ありがとう、ちょっと美岡ちゃんにハッピーターン、ハッピーターン餌付けしてハッピーにターンしてあげろお茶っぱの伝統やで、ハッピーにターンしんなもらわれへんね、ハッピーターン、そうで、カレーで一番好きなカツカレー、ほんま嬉しい、所沢のジャンパンパビリオンホールのだよ、あ、名古屋じゃなかった、明日か、ほんまに食べたい、前覚えるの遅くて忘れるの早い、あぼこと一緒ボンシパンおはよう、うまちゃんハートありがとう、お母さん、おいしいの妻の立ち位置間違えて下谷さんがハッてなって、そうなんですよ、なんか初めて間違え、チュチュチュでさ、なんか初めて間違えたんです、自分でもびっくり別に上手くない、繋がってなくても繋がえ上手くないか、チュー
よくあって行列店そろそろミシュランになる。ほんまに、ちょっと載せといてくれ。星 5?1? 載せといてよろしく。くまこんにちは。私昨日はお疲れ様でした。お疲れ様です。甲子園でラーメン祭りやってるので今日ね食べ行こうでいいな。レミシン、おはよう。バンシパンジン、おはよう。リリーメの特典券1枚で何ができるやろうかって。何ができるやろうな。そこら辺はまだ出てないよね。ちょっとよくポロって言いそうなんで、よくないよくない。8月ハスキーのワンマンに招待された関係者。嘘か、ビビッと。いいな、僕招待されてんねんけど。関係者じゃないか。昨日違うグループの子から波動でのやつ流れてきて調べた。ミオくんのアクスタールが書いて、ああ嬉しい、ありがとう。そう、ミオカがね、こうあのね、あのシールドにもたれかかってかっちょいいのありがとうゲットしてくれて。トゥワイス、あ、韓国、あティーティーじゃないねん。レアスのチョッパとピースパターのラーメン行ったことない、いらいねん。リリーでもチェキある。あ、待って、情報出てないからちょっと一旦情報待ってもらうからみんなに。また情報出たら随時詳しく説明するね。あると思うけどね。おチョッパは CDC でしか見ない。そうだったっけ。料金絶対サンホールとかで会ったことあるよ。アイアス、こんにちは。よかちゃん覚えの苦手だから、ちっちゃい雰囲気感じで気分でご、あ、いえそうです、気分だからたまにぶつかっちゃう、よくない。りょうくん、おはよう。よかちゃんオースで100周目標にしたね。あら、100周もしようといてくれたの。時間が足りないわ。60周が限界かもしれない。60分だから。次は60周にしようかな、目標。こっちゃん、おはよう。じゃあブラックサンダー、ブラックな気持ちで雷なの。そうかも、スターンってなるないと食べれないかもね。僕心斎橋のバロンってどこで買うの。いや、ほんまにでも結構バロン行ってますもんね。ほんまに僕つも来て。昨日は動線間違えてなかった。動線間違い、危ない、ごめんなさい。違うんです、通れなかったんです。違うんです、通れなかったんです。多分、これ言っていいかな、すいません、多分あゆみおが間違えたんですよ。で、あゆちゃんが動かないと僕も通れなくて、思いながら言っちゃいました。ごめんなさい。失礼いたしました。怖い思いをさせてしまいました。だからお互い謝りまくって、ごめん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 。リーベ5枚でみおくんから、あの取られるにしてほしい、嫌です。ピコとおはよう。トシこんにちは。なんか少し体にしたことがなく、僕は、ね、使えそうだと思う。なんか気張ってたのが緩んだんだと思う。あのできる限り休んでください。秋葉原にうまい焼き鳥屋見つけて明日行ったらいいな。出らっしゃい。3歩はもうトゥワイス、バナナ、ゴリフォーでしか見ない。結構見てる。結構あだったね、増えたね。いろいろとバレないように気をつけます。何、挟まってた、挟まってた奥。うわーとかで前行かれへんが。すみません、失礼いたしました。僕が悪い。メンバー回復がすごい。やばいやばい。あゆみは同じ間違いで絆を確かめるのいい、よくないけど、いや、あゆみほんが悪かったね。ほんまに。複数前のカレー屋さんに行くまで高いできません。お、じゃあ一生行かんといてもらおうかな、閉めてもらおうかな。逆にバロン行ったことない。お、バロンさん、いい箱ですよ。ゴンシロちゃん、こんにちは。ケイス、こんにちは。僕 DD 卒業しました。ほんま。あんや、
みよかツッコミ上手くなって、よくボケる人がいると上手くなっちゃうと自分が、あーって私ね、やっぱ俺がボケてるからみよかがツッコミの腕上げてるわ、うるせえうるせえジャパンパピリオンホールになりました。お茶どころ、そうなんやん。レッキさん、トゥワイスじゃないファンジェイでも見て、ほんまやファンジェイさんなくなったもんな、つらい。ジェバさんおはよう、今おジャパのライブにハマってモテるわって嬉しい、一生ハマっててほしい帽子かぶってマスクしてオーラを、そんないや出てるかも、だって出てるもん、ハッシー、俺ハッシーだよ、オーラで出もてるから。ジェバさんおはよう、会場近くの物産展行けばお茶、抹茶のお菓子とかいろいろ、え、ほんまに、え、明日時間あるんかな、いや、きっとないんだよな、しよう、明日マジピチブーパンはそのままキャバレー行く予定って、お待ちしてます。ワンジェはツインテス、いや、ほんまや覚えてるわ、ミオくんがアニャって、アニャって言った、え、みんな知ってんの、ミオくんがアリアのことアニャって言うの、口癖やねん、あにゃいつもさくらちゃんにばかりされる、完全にいじられキャラな、よくね、え、僕っていじられキャラなの、いやいや、最近は笑いでみよかちゃんに注目されるから承知承知してください、大阪人としては、ね、見逃せないです一番ボケてるとか思ってない思ってるって思ってる顔してる、バランで全身タイツ着て最初のジャンプしてるのとか見て、見たよ僕が絶対嫌やん、バランも最前立てないな、僕近いじゃん。金ちゃんこんにちは、アーニャのコスがいっぱい届くかもしれない、あ、こちらまでお待ちしてます黒歴史を消そうと言わなかったのに出されたじゃん、あれなんか自分で言ってた気がするニリアンはや、広島人はアニャなのよ、僕だけちゃうか、俺って面白いからさ、しょうがなあこいつほんまに、ニリアンこんにちは、ケンケンおはよう、え、今起きたん、よく優しくて何でも受け見取ってくれるか、いじられキャラになるね、えらいえらいって言われた、ありがとう全身タイツ着てライブ見る人なんているんだね、なんかこの前なんか やってた気がこれプライベートで、プライベートそれはちょっと解雇されちゃうから勘弁してプライベートかなんこんにちは、あ、仕事中頑張れ、早い、よくお腹空いて焼きそばパン買ってきて、いやだパシリやん、そんな怖い、たこ焼き先輩怖い怖いこいつとか言って、あ、ごめん口悪かった、失礼いたしましたお口チャックしたか、知られキャラ同士強く強くいきよ強くいきよ、弱った理由が見てマイナスイオン出してくるの、マイナスイオン得意マイナスイオン、本人は見られへんからなって、キさん自分の姿、あーなるほどね、あ、だからあの他の人、他の人がやってる、やってた俺証拠を収められたら多分違う、え、そっか、誰か証拠持ってる人いないですか青んだ、青色全身タイツなあ、なんか僕も見たことあるかなみたいな、なんかすごい人いたなみたいな、あれちなみになんかここにいるかなみたいな、一緒に買いに行くか行きそば行くか、ピョ君がプライベートシャツを泳いでる海に落とされて、やばいよ、なんかかわいそう、え、水族館行きたい、シャチって水族館おるんかな、いるからあったらおるけどさ、シャチっておんのかな、シャチが見に行きたいです、
水族館行こうかな一人で。で、悲しすぎる一人で水族館。やばいやつやん。みおくんがプル、あ、読んだね。あきひおはよう。みおくん、解雇された野良犬。そうやね。野生の犬になってしまう。やばすぎる。残念ながら誰も写真撮ってないの。そうなん、悔しい。証拠誰も持ってへんの。ちょっと、チェキツイとかしてへんの。残念ながら誰も、あゆんだね、おちょっぱで大喜利大会した大がおもろい。あゆちゃんじゃないかなと思ってるけど。名古屋港水族館チャチ、ほんまにシャチみたい。でもみんな知らん、シャチってめっちゃ恐ろしい生き物やねんで。ダメダメ、みんな可愛がったらあかんで、ね、シャチ。シャチは可愛がったらあかんで、ね、みんな知ってた。シャチってな、海の最強人間って言われてんねんで。危ない危ない、トリコになるとかやった。あぶねー。紫全身タイツした。違う、でも紫で雨をど真ん中全身タイツなんて知ってる人いたら、その人頭をかブーメランよ。ブーメラン帰ってきて。ハチ見ながら食べれるレストランがある、水族館。どこ。ガックンフォローありがとうございます。お茶メンタルパーティーのパープル担当、遠山美岡です。よろしくお願いします。おちょっぱのライブ行って癒しもらってる。みおくんもだよ、ありがとう。シャチ見たい。あ、だって名古屋城見るもん。それシャチホコちゃん、生のシャチみたいね。ジャックおはよう。よくライスはシャチになる。あ、シャチになりたい。だって最強やで、泳いでるだけで。なりたい。神戸にあるなんとかシーワールドのシャチ、水族館シャチがいっぱい。ほんまに、神戸か遠いかな。いつか行こう。そこシャチに会いたくなったら行こう。シャチと喧嘩して勝って食事、かっこよー、すごいやん。シャチと話せる、すごい。じゃあ神戸の見えるからお散歩、はいね、お散歩したいね、早うしたいわ。散歩開始よ。海の最強、海の最強、知らないんだ。海の最強やけど最強人間と言うな。そっか、人間の方が最強か、間違えた。海の、海界では最強。シャチを見に行くならなんとか水族館ねえ、さっきも言ってくれてた、神戸なんだよね、行きたいな。誰かついてきてや。自虐でもライトる人はダメだよ、ほら言われた。またブーミラに。サメなんてシャチに比べたらかなり雑魚。そうだよ、雑魚だから。ちょうどいいの、ちょいでやられちゃうかもしれない。144センチのシャチは多分いじられキャラ。そうな、神戸ほ梅田からすぐ行けば、あ、そう、ほんまに、痛くない、ほんとに、ほんまに痛い、いつでも行けるかも。ラブこんにちは。大阪が神戸まで遠くないよ、行けそうじゃん。名古屋にはチームシャチもいます。それアイドルさんちゃうか、シャチホコさん、シャチさん解明したんか。自然界で一番強いのは蚊です。そうな、動きじゃないんだ。でゴキブリって100年前ぐらいから生きてんのやろ、あの形で。危ない、木まで出そうになった。スマか、スマ、スマさん、次行っちゃおうがいいよ。いや、そこじゃなくて、あ、そっちか、確かに人間じゃなかったわ。何、あの何類、何、あの人は何、何ですか、あの子は何、何類って言うんですか、な、な、何、誰誰誰。みおくんはアリでも怖くない雑魚。雑魚。
誰ですかさっきからブーメラン誰ですか、すいません、ルルルルって人せっかくリュッ、あきらわよ、大生でも144センチになってしまう、いやいや、いやな、梅だから神戸は広島から東広島ぐらいだけど、わからんな、東広島遠かった気がする。シャンコンです、何の話なのえ、シャチは自然界で超強くいいから、あのみんな可愛がったらやられてまうぞって話してやられてまうぞ、やつになったら生きられへんに一万ベットします、え、僕生きれんで、こうやって尾びれこうやってやるだけやろ多分僕得意やで毎年一番人を倒してる、え、そうなん、ポップコーンこんにちは、144センチ界の最強なりたい、今どんぐらい人類に144センチさんがいらっしゃるんだろうね、あ、哺乳類か、哺乳類って可愛いよな、ペンギンとかも哺乳類、え、ペンギンってさ知ってる、なんかベロめっちゃトゲあるらしいね、よく見ちゃったのネットで、最悪な感じで、あんな可愛いのにあんなトゲ刺さらんとってほしかった、ベロに、知ってたみんな、ヨカちゃんおもろい、ほんまによかった、シャチは卵から生まれ、そうやで、シャチは人間と一緒ちゃうか、ちゃうけど、リュ、リュから始まる名前のいるんだ、え、たくさんいらっしゃると思うけどランピンおはよう、今度スキピと名古屋港水族館デートやから、シャチリポートして、えー、してーして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 、ヨカちゃんの通知を算数かける生き物かける笑う何100点やろ、100点満点やろ、知ったかぶりめっちゃ言うから、もう一個学んだよ、もういつもわーみんな知ってたとか言うから、みんな多分みんなめっちゃ知ってんねん蚊になったら一番でっかいじゃん、せやで、144センチの蚊になったらもうこんなん飛んでたらみんなびっくりしちゃうでしょ、シャチも七同士で話せるから仲、そうらしいね、超音波みたいな、今の動き GIF 息切れ待って、めっちゃ速上されてた、可愛い動物の裏側してどんどん嫌い、せやで、よくない、ほんまに僕が一番好きなクラゲです、なぜクラゲが好きかというと、みおかちゃんに似てるからです、クラゲって脳みそないらしいよ、だからこう波にこうついていくことしかできひんらしくって、あ、僕じゃんすっきりってなったあ、ペンギン鳥なんや、え、ペンギンって飛べんの、そうなんや、ユキナおはよう、ペンギンベロがトゲトゲなん知ってるのに鳥類の脳汁哺乳類やと思う、ペンギンって哺乳類なんですね、そやで、ミオコが言ったら全部それになっていく、東京で時間あった、確か千葉の鴨川シーワールドでも社長が行きたい、144センチの顔と燃やす、ここ急にサイコパスおんねんけど、かけるに変化したポジティブモード、あ、じゃあよかった、ペンギン飼ってる人の YouTube たまに見るけど、大ねえ、トゲがすごいから、うちは頭がいいなら道に迷うの、道とかないんちゃう、え、海に道とかあんの、ヨカちゃんって脳みそなの、ヨカちゃん実は脳みそないねん、こんぐらいしか、日々これが繰り変わってるだけやねん、あはは、きっとミョウくんは一応ダチョウくらいの脳みそ、一応ね、そう、脳みそ、脳ない、確かに似てる、自己分析かも、やろう、ほらほらほら、僕あの自分の似てるのと見つけんの得意、カビゴンとかグデタマとか得意、波になってみよかちゃんさ、よくすぐさらえるから、波に
でもクラゲは毒持ってるから、みんな刺されたら死にまではしやんと思うけど、なんかブツブツで切るらしい。なんかおばあちゃんが言ってた、ブツブツで切んで、だから危ないで、一応毒持ってるらしい。僕一番クラゲで一番毒持ってるクラゲ好き、あ、赤の子、女性こうやってすぐ伸びてるやつ。赤らちゃんよりサイコパスの時、えっ怖い。さくらちゃんに過去一腐されてる自信ある、ショート動画で。マヤおはよう。サイコパスで一番おもろいって最強で最高、せやな、怖いけど。いろんな料理で一番美味しいところは脳みそ。うん、そうなん。サーモンおはよう。よく油断すると144メートルになるんだ。そうだよ。ペンギンとチョウ、ニワトリなどは飛べない鳥。そうなんだ。え、かわいい。ダチョウって飛べないんだ。めっちゃ羽こうやってやってんのにね。え、かわいいね。クラゲおいしい。クラゲおいしいよね。ヨカちゃんの、ヨカちゃん毒あるかもよ。カビゴン脳内も寝るかく、ミオカ、そうミオカやねん。赤から、あ、そう赤クラゲかも、赤いやつ。ミオくん毒ある、ミオくん毒あるかもよ。ビビビビビチョコーン。神戸のスマーシーワールドで日本東日本で唯一のシャチだって。そうらしい、行きたい、シャチ行きたい。シャチ行きたい。海外の本格的なクラゲは刺された命やばいらしいね。そうだからクラゲもバカにしたらあかんね、みんな危ないから。今日の配信の目標は、生き物は可愛いだけで巣は怖いんだぞっていうのを知らしめる配信でした。何の配信？タラリン、こんにちは。あー、シュウヘイ、ファンレベル中心クイーン、ありがとう、嬉しい。わー、こんにちは。スケスケさんかな、フォローありがとうございます。お茶メンタルパーティーの遠山美岡です、よろしくお願いします。やばい、そろそろみんな言い残したことあったらぜひ。スマスシーワールドはシャチの好きな人が世界中から、あ、そうな、結構じゃ大人気なんだ。ヨカちゃん補助具で食べよう。ヨカにミオクがいなくなってもいいのか。ウニクラゲ、うわー食べたい、大好き。ウニクラゲ、白子も食べたい、お寿司食べたい。ヒロシこんにちは、山根こんにちは、ヒーロー、はやー。クラゲ見るとストレス緩和される、そうなんや。じゃあみんなクラゲ見よう。毒あるね、ぶっ回りに毎回足動か、やばい、それはやばい、毒を間違えて放射しちゃったかもしれない。アニマルプラネットの配信。大学校の頃クラゲ先生、足パンパン、え、そうでしょ、だからやばいらしいよ。昨日の天気ピンクだって、あれ一応紫なんですよ、ピンクに見えると思うねんけど、一応僕自分の衣装紫。ヨカちゃんは可愛いけど本当は怖いっていうか、じゃあヨカちゃんは可愛いけど本当に可愛いってこと。生き物は可愛いが、ま、そうそうそう、犬と学ぶ生き物のコース。シャチは海海で一番怖くて、クラゲは毒がすごくて、ペンギンはなんかトゲトゲで飛べへんらしくて、鳥らしい。残したことはこれからは見送るしか、ありがとう。明日からなんとか、今日はだ、やったやったー。いつの間にかさかなクン的方向を目指した。いやー少ないかもな、集めていいかな。田舎市また明日、明日会える、明日。残したことあれになって下谷さんにはたかれて、ダメだよ、はたかれたら死んじゃうから、なんかもっとでかいのにしなろ。
したしなへんぐらいにしよう。馬とか。そういえば来月で丸1年になるか、そろそろけん、あれ見ようかやな見ようかやな、早いな、嬉しい。チャラチャララッチャ、もうダッシュ。運命なんて待てられないで、閉じ込めタイミング。今日ばったりワンワン、一人でなんかそこら辺のパン屋さんでも行こうかなって思ってる。函館、あ、函館ですよ。そう、函館飲むにゃー。こんにちは、はじめまして、お茶メンタルパーティーの遠山美岡と申します。よろしくお願いします。セブン、おはよう。クラゲ、さかなクンならぬクラゲちゃんで、クラゲちゃんかわいいじゃん。生で初めまして、よかったら毎日配信してるのでルームフローお待ちしてます。もう終わるぞ、今終わろうと思ってんてん。ゆう、おはよう。なんちゃん、はじめまして、お茶メンタルパーティーの遠山美岡と申します。よろしくお願いします。10時間以上寝たの。そんな寝てないかも。9時に起きたから、じゃあ10時か何時に寝たんやろ、忘れたおつみよー、仕事終わった、お疲れ来年まで頑張って頑張っていきような。今から名古屋来てくれた相手にしたい行こうかなわし広島の海でクラゲ投げ、あーダメだよ、クラゲは遊んだか、危ないでしょ、クラゲちゃうかわいそうだよパン買った、紹介して、わかった、ストーリーとか載せるわ。コニーおはよう、かわいいぞ、ありがとう。あ、コニーおはよう、さやかおはよう。足のないフリスビーみたいな、水くらい、かわいちょ、クラゲ泣いちゃうよ、かわいい、ありがとう。ラーメン食べる、食べよう。なんだと、あ、おはよう、私のみやくん、おはよう、みやくん大好き、ゆうくんたーちゃん、おつみやん、あ、寝てた、おはよう、ゆきたん、おはよう。それではちょっと最後に告知だけさせていただいて終わろうかなと思います。お茶メンタルパーティー、今月の重要ライブは明日8日のバシベスさんと22のマーキーミニさんです。あのマーキーさん、あのミニティフぐらい盛り上げたい気持ちなんですけど、あの全然あの来れるよって聞けてないからすごい焦ってるんですけど、あの今からでも来れるよって方、ぜひぜひよろしくお願いします。お待ちしてます。22のマーキーミニさんですね、よろしくお願いします。またストーリーとかツイッターとかにこうまとめて載せようと思うので、ぜひチェックしてくれたら嬉しいです。そしてこれちゃうわ、夏にワンマンライブがねありまして、7月28日に神田明神ホールさん、8月13日にゴリラホールさんなので、こちらもぜひチェックしてくれると嬉しいです。よろしくお願いします。明日行くよって見えた、ありがとうございます。ぜひぜひお茶パン、これからもねもっといろんなステージに立てるように頑張りますので、ぜひ駆けつけてくれると幸せでございます。よろしくお願いします。あ、黒子にいっぱいハート、ありがとう。では終わります。今日もお昼休憩ありがとうございました。以上、遠山美岡でした。おつみよー、おつみよー、ありがとうございました。